チャオ、あっちゃんです。今日10月の3日、あっちゃんの朝ごはん、やっぱりパン。はい、はい。今日のあっちゃんのね、パンはね、まず鶏ハム、胸とあれね、もも、これ適当にね切ります。これ今日子供も同じの食べていってんけど、同じのじゃない、子供はそうピザにした、昨日あっちゃん食べたんと一緒で、今日はね、あっちゃんね、これをねポーチドにします。子供にポーチドしたろかって言ったら、うん、ピザの方がいいって言うから、まあ、それでいくよ、分かったよ、ちょっとマヨを入れて、ここにね、これもね、昨日食べたやつ、あっちゃんはピザソースの上に乗ったけど、マヨとこれは作った、同じの作ったね、子供は。で、これをパンの上に乗せて、で、ピザソースを塗って、このマヨ、マヨの鶏を、やっぱこのね、鶏ハムマヨが合うのよね、やっぱり。だからこれで乗せてんけども、あっちゃんこれちょっと違うのにします。鶏ハムサラダにします。で、ああ、残っちゃったよ。で、このね、ポーチにします。焼いてへんパンはね、こうやってお皿の上で切ったらうまいこと切れるんでね、絵面的に巻く見えへんねんけどね、手で押さえるから。あ、裂けちゃった、よいしょ、先に開いてなかった。はい、中入れます。普通のサンドイッチで、鶏ハムのサンドイッチで美味しいんだけど、ここにチーズを乗せて焼きましょう。綺麗にね、端まで乗せとかんと、端っこ何もなかったら美味しくないから。OK、これで焼きましょう。コーヒー、はい、焼けました。では食べましょう。鶏ハムサラダの
チーズのせ、ポーチド鶏ハムサンドのチーズのせトースト、適当な名前です。でいただきます。お、うん、おいしい。私ね、ほとんど食ってないけど、ほんのり口の中にハーブと鶏の旨味入ってきて、うん、おいしい。納豆食べてへんけど、香りがおいしい。それと、香薫のね、小麦の香りがすっごいおいしい。うん、よかった。シャキシャキ感が美味しい。って出ていかんなんだけど、時間がはっきり分からへんね。書いた紙どこ行っちゃってさ、まあ大体1時半ぐらいでいいんだけど、着くのがね。だからまあそんな遠くじゃねえ、遠くじゃないから、まあ、10分は前に出たらいいかなと思ってんだけど、うん、やけどしたとこ、あのね、鶏肉がほんのり温まって、このね、直接熱入れたんじゃなくパンの中で熱入れてるから、すごいしっとり温まって、熱すぎずね、いかにね、ふわーっと高くて、鶏のジューシーさが出て美味しい。胸と桃とミックスにしたからかもかね、もう一緒に混ぜてんね。だから旨味がすごい出てる。うん、鶏ももの旨味、ジューシーさと鶏胸のもちもち感、うん、食感と味がすごい美味しい。うん、奥深いな、美味しいわ。うん、素材でこんなにかかんねんね。美味しい。ちょっとね、鶏ももはハムに脂っこいし、歯ごたえあるからどうかなと思ったけど、全然いい。
うん、おいしいわ。うん、昨日はね、うん、家族ご褒美にすき焼きを食べて美味しかった。もういつもねもっと水入れたりとか、うん、で一年多めにしてうどん入れるんだけど、今回、うん、水気をなくしてほんまにすき焼きっていう感じで食べてみて、焼いてみて、ほとんどもったり残ってへんねんけど、最後うどん食べられへんねんけどね。美味しかった、満足した。今日はにうどん入れてもいいねんけど、もうそんだけもったり残ってへんしな。美味しい、鶏ハムも美味しいわ。だね、うん、ほんまにね、変なもん入れへん。塩コショウと、まあ、ハーブ入れてるけど、旨味で素材の味引き出したらね、ハムとか特に素材の味引き出すし、で熱の入れ方もフライパンで油じゃなく、ね、ジップロックの中 で今回肉汁ほとんど出えへんかった、全部閉じ込められててね。だから温度が絶妙やったんやと思うね。こんなうまいこと言うの初めてやね。いつも肉汁はみ出すねんけどね、出えへんってことはかなりうまみが詰まってるね。今回だからそれハムめちゃくちゃ美味しいね。胸はねこんなに高いんじゃない、安いもんで使った、うん、まあ、国産やけどね。桃は九州のと地鶏とかそんなんじゃなく、九州の普通の国産の桃を使ってるから、そんなねいいのじゃないね。これで地鶏でやるともっと美味しいんちゃうかなとは思うんだけどね。うん、昔一回ね、宇田の地鶏、宇田緑で胸で1枚700円ぐらいですね。高いね。やってみて、びっくりするぐらい美味しかった。全然味が違うね、濃いね。それも味を知れたかったから塩コショウだけで作ってんね。めちゃくちゃ美味しくってやりたいんだけど高いから、いつか買いに行ってやる。島村からラインが来た、うん、今ね洗濯機回して子供を送り出してね、ちょっとゆっくりして、うん、今もう9時50分やねんけど、ゆっくりってことないんだけどね、こそ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 してたまっちゅう間に9時10時前になって、うん、で、まあ、明日ねこの動画がある今日やねんけど、大阪行くから今日の分だから今日あっちます3日やねんけど、3日の分の動画、昨日あんまり撮れへんかったから3日の分の動画1本2本撮りたい。で4日の分の動画を撮らなあかん。で4日大阪行くから5日のおっさんみたいなくしゃみ出たよ、ね、5日の分の動画も1本2本撮っといた方が、ね、ほんでちょっとでも作っといたらね、帰ってた時にアップら楽やんか。そう思ってね、やっぱ出かける日っていうのはなかなかアップロード動画作られへんねんね。だからそれの分作っとかんとと思って、うん、だから今日は、5、6本撮りたいねんけども、けどもけども、1時ぐらいから出ていかなあかんね。忙しいわ、ちょっとハードスケジュールだけどね、うん、まあ、YouTuber 忙しいです。まあプライベートもあるけどね、いろんなことで忙しいです。はい、ということでね、ちょっとアレクサ、明日は何の日？
1957年10月4日に旧ソ連が世界初の人工衛星スプートニク1号の打ち上げに成功しました。地球一周を96分12秒で回り続け、翌年1月4日に大気圏に再突入して消滅しました。またこの2年後の1959年10月4日にも旧ソ連は月探査ギルナ3号を打ち上げ、世界で初めて月の裏側の撮影に成功しました。やって、なんか初めて、地球人が初めて大気圏を突ね、大気圏が外へ出たい、なんやかんや言うてね、アメリカとソ連、今のロシアやけどの冷戦とか言いながら、戦争の後ね言いながら、結局ミサイル技術やねんね。ミサイル技術とロケット技術って全く一緒で、ね、その衛星を先っちょに乗せんねんけども、結局核弾頭を乗せる位置やねんね。だからロケット開発したら自然と大陸弾道弾、を作る技術になるから、やっぱり冷戦時代、宇宙戦争って言われてんけども、ね、やっぱ宇宙を開発するっていう名目でミサイル開発しとったんやろね、でもそれがまあ地球人がね、宇宙に飛び出すきっかけになったみたいだけどね。で言いながら、本当にアメリカは月に降り立ったんでしょうか、ね、いろいろ不自然なね、影が3方向にある、それはどうしてなんでしょうか、ね、太陽光やとありえへん、月には太陽が3つあるのかな、いろんな角度から光が当たるのかな、ね、そんなこと可能なのはスタジオだけですまあまあまあね、そういうのがね、どこまでが本間なのか、どこまでが作り物なのか、その本当に言ってるけども、言ってんけども作り物でごまかさないといけないことがあったのか、月の裏側は地球からは絶対見えへんとこやね、地球と同じ方向向いて回ってるのね、月は絶対こうなることはないねんね、月が、はい、地球からは月の片面しか見えてません。裏に何があるんでしょうか、この2年後ね、ソ連は月の裏側の計測に成功しました。何を見たんでしょうか、本当に見たんでしょうか、はい、謎は広がるばかりで、宇宙の神秘ね、いろいろあるよね。で一つ怖いのが、月に、地球の人間は月に一回こっきり行ったっきりなんね。あれ以来月には行けてないね。どうしてなんでしょうか、こんな近くにあって火星探査、木星探査とか言ってんのに、月の探査って一回こっきりやんね、確か。あれ？あの後どうなったんでしょうか。あの後一回こっきりか。じゃあ何回か行って、まあ一回二回か行ってるか知らんけども、ごめん、詳しくは、やけども、もうね、40年以上月に行ってないのよね。スペースシャトルがあって、スペースコロニアとか、スペースどうのこうのとか、どうして火星を開発してとかいうのに、火星なんて地球よりも大気が薄い分、真夏、違う、昼は、地球より暑くなって、で、大気圏が薄い分放射線が注ぎ込む、で夜はマイナス何十度になるぐらい寒いねんね。なんで月の方が地球の惑星やから、ね、近いし、で地球と一緒に回ってるってことは結構簡単に行き来できるはずやし、月はね、火星も月も大気がないって言われてるけど、で一緒やんか。だからなんで月に開発しないんでしょうか、ね、月やったら近いし、で温度も地球とあんまり変わらない、だって地球の近くにある星やから。でもし大気がないやったら地下に住めばいい。地下に住んだら温度なんて管理もできるし、大気も管理もできる。あれ、なんで月に住まないんでしょうか。それ以上にどうして40年以上も月開発しないんでしょうか。先住人が、あれ先住人が、月に先住人がね、はい、信じるか信じないかあなた次第です、はい。ということでね、まあ、そうやってね、宇宙のねお話はね、夢があってロマンがあるお話、あっちゃん結構好きで、宇宙人はいてると思ってるあっちゃんでした、はい。ということで、今日10月3日のあっちゃんの朝ごはん、これ4日に上がるけどもね、ポーチド鶏ハムサンドのチーズトースト、はい
良かったよと思ってくれた高評価を、宇宙の話良かったよ、面白かったよと思ってくれた高評価を、また宇宙のお話でよっていうリクエストだったらちょっと考えてみます。はい、あんまりね詳しいところを掘り込むとやばいかもわからへんのでね、うん、JFK はどうして暗殺されたんでしょうかっていうところに繋がったらあかんからね。はい、ということでこの辺全部表に出てる情報です。ちょっと調べたら分かる情報です。はいまあそんなこんなでね、この動画がある今日、あっちゃん大阪行くんでね、はい、まだ多分この動画がある7時には子供を送り出してわちゃ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 してると思うんで、うん、もう下上は送り出したけど下を送り出すのにわたわたしてて、でその後準備して出発するんでね、はい、今日来てくれる人よろしくお願いします。で来れない人明日また動画で、明日以降、明日にはヨーダさんかもわからないけど、明日以降何か動画で、いっぱい出していきたいと思います。はい、そういうことで、これからもよろしくお願いします。はい、ってことで、そういうことじゃない、今日のはっちゃんの朝ごはんよかったよと思ってくれた子ゆうたな、はい、応援コメント言ったんでチャンネル登録して見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。今日もいい日でありますように。雨やね、多分ね、横はね、はい、あっちゃんも雨の中お出かけしてきます。